市議会議員の茅口博史です。今回は福岡市の生産緑地地区についてお話をさせていただきます。何かなと思われると思うんですけれども、要は市街化区域というのがあります。まあ、町を作っていきましょうという区域、それからその外側に、市街化調整区域、ここは、勝手な開発ダメですよ、まだ保全するとこですよというような大方で言うとそういったことになります。そして今市街化区域、まあ、福岡市内とか、まあ、町中ほとんどですけれども、こう山の方に行くと調整区域とかあります。その中の今、畑とか田んぼがですね、どん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 マンション等になってなくなっていってきてます。ぜひ、せっかくの空間でもあるし、大雨の時水を貯めてくれたりもします。なんとかもっと市街化区域の中でも農地を残そうじゃないか。ただ、優遇するだけじゃダメですので、今国の方で制度があります。3000平米30R 以上のですね、農業をしてある方で、最低単位は500平米なんですけれども、の土地、これを長年、まあ、50年ぐらいと思いますけれども、ずっとしていくんなら、税金安くするよと。今相続ではあります。これも制限がありますけれども、畑とか田んぼを農地として相続したら、一定期間10年ぐらいだったと思います。売ると当たり前にまた税金取られますけれども、ずっと続ければ農地の相続ということで、相続税は優遇措置があります。しかしながら市街化の中にある農地は、これは宅地並み課税ということで、農業をやってるんだけれども固定資産税はものすごく高いと。いや、そんな農家で、やってるのに、みんな自然にも貢献してるのに税金はなんで高いんだと。例えば福祉とかの場合、かつて例えば大手門に特用に、市の土地化してますけど、福祉の場合は 4.5 分の1という計算があります。で、公共に利する場合は、民間の土地、民間の、どんななかった今はないですけど、幼稚園連盟の研修施設とか事務局あるところとか、昔は2分の1減免、今は減免になってませんが、制度もあります。で、農地は宅地並みなので、どうしても、固定資産税高い、やっぱりやめようかなということになります。まあ、私は、国の制度だと、3000平米以上、そして、まあ、これは大地主ですね、福岡で、今回なりましたので8地区目8つしかないんですね。そういった恩恵を受けている。そう、これもそして国のは良すぎると思うぐらいなんですが、固定資産税が約100分の1ぐらいになる。でもこれに申請できない、まあ、田んぼ畑があったら、これは宅地並みですからものすごい差なんですね。私は、せっかく、洪水の時だったり、水を取ってくれたりですね、緑いっぱいで、そしてまた子どもたちがいろいろ体験したり、身近にそういう空間やっぱりもっと残っていいのかな。それなら私は、農業畑や田んぼしてあって一定以上ならば、固定資産税2分の1ぐらいしてもいいんじゃないかなと思っております。都市計画のですね、手続きを踏んで、そういった国の制度で100分の1ぐらいになっちゃう、これは良すぎかもしれません。しかしそれに該当するのはごくわずかの田んぼです。そうじゃなくて、本当に保全するならば市街化にあって一定以上ので、ぜひこれを田んぼとして畑として一生懸命続けていかれるならば、固定資産税は、宅地並みの半分ぐらいにしましょうとかあってもいいのかな。しっかり、その税制の方も、勉強してですね、そういった周りの市民も恩恵を受けていると思います。そういったところに、そういった、市独自の減免、固定資産税減免あっていいのかなと、そういうのを勉強していきたいと思います。